公鐘楼指定書正法現像如来前身第1回昭和61年8月22日信州塩尻無料寺にて収録。その時釈迦牟尼仏王者領義作戦にいまして、薬王菩薩摩訶薩に告げての玉枠薬王在在諸所もしは時もしは読みもしは樹脂もしは諸子もしは共感所有のところ、皆まさに執行の塔を立てて極めて高校文敷ならしむべし、また車両を案ずることを用いず言えはいかん、この中にすでに如来全身いませばなり、この塔はまさに一切の虚構妖楽障害同伴医学果樹をもって苦行苦行し尊重し三端すべし、もし人ありてこの塔を見ることを得大拝供養せばまさに知るべし、これらは皆あのくたら山脈三菩提に近づけるなり、いわゆる共感は脈節これなり、脈読これなり、脈樹これなり、脈書これなり、共感は実相これなり、大きい執法等は実相を等という、極量の高校その量必ず実相量なり、市中級如来全身は共感これ全身なり、しかあれば脈節脈読脈樹脈書等これ如来全身なり、一切の虚構妖楽障害同伴医学果樹をもて苦行苦行尊重三端すべし、あるいは天下天候天相外等なり、皆これ実相なり、あるいは人中上下上行妙意妙福なり、これら皆実相なり、苦行苦行これ実相なり、祈祷すべし不修不安シャリという知りぬ、共感はこれ如来シャリなり如来全身なりということを、まさしく仏句の禁言これを検問するよりも過ぎたる大苦毒あるべから、急ぎて功を積み徳を重ねるべし、もし人ありてこの塔を礼拝するはまさに知るべし、海言あのくたら山脈三菩提なり、この塔を見んときこの塔を上心に礼拝供養すべし、すなわちあのくたら山脈三菩提に開言ならん、言は去りて言なるにあらず、来たりて言にあらず、あのくたら山脈三菩提を開言というなりますまず まずこの如来全身の題名のですね、如来全身というこの如来のについてなんですがね、まあ我々大体如来っていえばもう日本人としては耳慣れてるわ、その大日如来とか阿弥陀如来とか釈迦牟尼如来とかね、でまあそれでもって我々何を思い浮かべるかっていうと、まずお仏像を思い浮かべたり、釈迦牟尼如来っていうインドの生まれたねお釈迦さんのことだとこう思うわけですね。ところがね、そういうふうに考えるとすれば仏教としてはね全く見当外れない、この仏教としてはね、この金剛般若経にね、この脈異執権が異音上無が善人行者無の権如来という、ね、言葉が、これはね何かというと、もしこの色を持って色を持ってですね我を見、あの恩情を持って我を求めばこの人は邪道を行ずる人となす、よく如来を見立て祭ることあたはずってですね、要するに仏さんを見るのにね、この仏さんの容貌ですね、顔を見て、あお釈迦さんってあの美男子だわっていうようなのはもう見当外れ、あのお釈迦さんの声はええ声だって、これも見当外れ、
そういうようなこと。ところが女の人はそれが多いんだ。そういうのは風能権如来、如来を見立て祭ることあたわず。でこの人は邪道を行ずるとらすね。その点ね、その女の人っていうのは困ったもんでね、あのいつでもすぐ顔のことにね。この間もね、女の人同士が喋ってるってそばでただ聞いてたんで、あの人はなんだか怖そうな顔してるじゃないとかね、あの人は優しそうな顔してるじゃないとかって、そんなことばっかり言ってるから、私がそばから口出して、このそんなにね顔でもって、人のことは分かるもんじゃないって言ったんですね。そしたらね、だって私たち顔から入ってくより他ありませんものって言ったいやそれならばね、だけどね、例えば終戦の時ね、のこの天皇陛下の決断と行動を見てもらうさ、あの天皇陛下の容顔顔とだね、それからあの声で、あの戦争中に待ってるな、あの声で、あの顔でっていう、そういう歌があったけど、天皇陛下のあの顔とあの声でもって、そのあれちょっと思いつかないじゃない。その辺ね、そう簡単にその顔と声だけでものを決めていいわけじゃない。いやいやね、その大体人間っていうのは私思うんだけど、その気の弱い気の小さいっていうような人はね、そのいろんなことを人から言われてもすぐそれにこう、あれですね、言い返すっていうようなことがね、できないんで、こういちいちそのあれですね、鬱憤を内向させちゃって、気にしてね、内向させて、そしてそのために顔がいつの間にかこう怖い顔になってる人いるわけだね。そういう人も確かにいると。それに反してそのよく眠れる悪人ってやつはそれ睡眠も十分とってるだから顔そのものもね、優しい顔になっちゃう。だから下面自己殺内心にわしゃってやつも出てくるわけだ。だからね、そんなにその顔や声でもって簡単にものは決まらないわけですね。世間としてもそう。ところがその今の話は仏法の話なんです。仏法の話っていうと、そういう世間話とは全く違うところにある。その例えばね、その如来っていうのもね、何かっていうと、これも金剛般若経にはね、もし諸僧の僧にあらざるを見ば、すなわち如来を見るっていうのね。要するに諸僧、若見諸僧、悲僧、即見如来の諸僧です。この僧ですね。これはまあいろいろの僧、人相とか手相の相ですよ。だから姿ってことです。全てのものが姿があると思ってる、みんなはね。ところがそれがそうでないっていう、そういう姿、決まった姿でないっていうことが分かったら、初めて如来を見立て祭るっていうんですね。まあそうだ。そのところが我々この何でも全て決まった形があるってもう思ってるでしょ。だけれどね、本当は決まった形っていうのはね、そうはっきり決まってないんですね。で私この頃つくづく思うんだけど、私もまあ今もう74になったわけだ。結構日本のさ、男子男のその平均寿命まで生きちゃったらそのよく生きてきたよ、こんなあのなんだかんだって言ってね、今にも死にそうなことばっかり言いながら生きてきちゃった。それに対して、しかも私はまあ肺が弱いもん、これも肺っていうのも50年代こう持って歩いてるね。この50年代持って歩いてるから、肺っていうのがまあなかなか見事だ。
レントゲンが取ればね、お医者さんが感心するくらいに、それだからこう維持するのが苦しいことがあるわけです。それだけにね、74年間ね維持してきたってことは、これはね大したもんだと私思うんだね。それでしかもこれ夜寝てる時まで生きてるこれね、層があって生きてるんじゃないのね。寝てるっていう時にさ、1分間にいくつの割でっていうね、そんなことを考えながら寝て生きてるの。そのなんとなしにただ寝てる、俺が生きしてんだとも思っちゃいない。あるいはこれ神様とか仏さんに生きさせられてんだって、そういう層もない。これもう全く層がないね。あるいはさ、生きしてるんだっていうことも考えない。これ、層にあらざるところで生きしてる。これまあそう考えるとね、何も呼吸だけじゃないでしょ。例えばその心臓の鼓動一つでも、血液の循環一つでも、これ全く何の層もないところでこれやってる。胃袋一つでもね、今まあ皆さん反対でご飯食べてるって、これなんとか消化しとかなくちゃっつってやってるわけじゃないけど、ちゃんと今あなた方の胃袋の中じゃ消化してんだ。これで層はない。それからそうしてみるとね、こう人間の生理作用っていうのね、これみんな層がないところでやってるわけ。それだけじゃないんだね。我々この人間っていうのは頭持ってる。この頭の中にまたいつもムラ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 ね、いろんな思いが湧き起こっちゃ消えてる。これがまた諸層悲層だもん。これ層がありながら層がないんだ。いや皆さんがさ、これ私の話聞いててそうかなと。そういえばそうだなと思う。それはふっと皆さんの頭の中にそう思いが浮かんでくる。そしてまた消えてくるのね。これまあみんな若見諸相思想即見如来、これはそういうもんだなっていうね、全てのものがこれ、いやこの人体だけに関わらないね、あらゆるものが本当はそうだ。この雲っていうのね、私まあいつも空見ながら歩いていくから、すぐその空の話ばっかり持ち出すけどね、空で雲っていうのはふーっと浮かんでくるかと思ったら、またふーっと消えてくんだよね。で全て現れたり消えたり、これそれと同じようにね、これいかにも人間ってこうしっかりしてるみたいですけどね、私まあ今新種6月から清水さんとこう厄介になって置いてもらってるけど、清水さんのうちにはねテレビがある。それでいや今時テレビがあるってそう珍しがなくてもいいわけだ。それでほら私がまあ小畑のうちじゃテレビがないからすぐテレビつけちゃこうやって見てた。そうするとテレビってやつは忙しいやつで、1分か2分の間にもう全てやってみせるわけです。だから例えば蝶々のさなぎっていうのがあるでしょ。そうするとその背中がこう割れてムクムクムクって出てきて、そしてこう出てきたかと思うとこう羽がちょっとまだこうあれしてるのがぐずーっと伸びて、そして今度はこうひらひら飛び出すのね。これ1、2分の間にやってみせる。テレビってのは器用なもんだね。あれまあコマ落としフィルムっていうのでやってんだろうけど、あれと同じようにね、その我々人間もこうコマ落としフィルムみたいなで見てもらった、何もないとこからふにゃって生まれてきてさ、それが見てる間にムクムクって大きくなって、あ、べっぴになったなと思ったら、今度はこう急に違うおばさんになって、またふーっと消えてこれ、諸相悲相だ。結局ね、諸相悲相、諸相はそうでない。これあらゆるものがそう。いや、この頃は
宇宙観も随分変わってきてるじゃない。ビッグバンっていうね、40億年前にビッグバンっていうのはバーンってこう破裂して、それからこの全ての宇宙が始まったんだっていうようなこと、あれ科学者は言ってるけどね、嘘か本当か分かんねえんだから、あの嘘だってね言う理由もなきゃ本当だっていう理由もないけれど、それは見たことにないんだから、見たやつは一人目ね、ただそうだろうっていう計算からそうしてる。だけれど、まあそういうことがあってもそう、あの不思議じゃん、何にもないとこからバーンと大きくあの出てきてね、宇宙そのものがそういうふうになったっていうこともあるわけ。それでね、あの金剛経ではね、無所従来役無所書いてみると、これが如来の定義ですよ。従って来たるところなく、また去るところもなしと、故に如来と名付くっていうね、これが如来っていうものの定義です。このだから普通如来ってね、阿弥陀如来とかあの大日如来とかって、そんな如来と全く思いがけないところに仏教の定義があるね。それで要するに大空にふっと雲が浮かんでくる、そしてふっと消えてくる、あるいは何もないとこからバーンと破裂してビッグバンだ、それからシュッと消えてビッグなんていうのかあのなんていうか、そういう英語知らないけど、またシュッと消えたビッグシュッとそういうのもあって悪くないね、全てがそうなんです。これをね、キリスト教で言えば神の創造の力だ。しかしながら仏教はじゃあ神っていう言葉は持ち出さないというのは、神と作る創造主と創造非創造物と、ね、分かれる以前の力そのものを言う。そういう時には無所従来役無所行光明如来っていうよりしょうがないのね。で大体ね、本当を言えば仏教っていうのね、あのまあ皆さんもこの頃般若心経が随分あのよくあのあれしてからご存知だろうけど、般若心経には風生風滅風空風上風造風現って書いてある。要するにあの不古不来だ、不来不古、来たることもなし去ることもなしっていうの、これがあの仏教の根本です。しかしながらそれじゃあ何にもないのかっていうと、そうでない、そこのところに如来如故する、これがあれなんですね。不古不来の如来如故、この如来如故の如故を切って如来っていうのね、そういう意味なんです。だから今言うように、今私が一生懸命喋ってるっていうのも、これも一つの如来の姿です。皆さんがそれ聞きながら、そういやそうかなと思ってるのも、これ如来のこの一つの姿で、実はね、だから何から何まで如来 の、 その力で、力そのものなんですね。もう、だから如来って言ってね、何 も、 もう向こうこのところでさ、まあ、ここに阿弥陀如来なんだろうかそういうこうお仏像でね、ああ向こう側にって言って行ったら話違うんです。そうでない、もう みんな我々如来の力そのもので生きて、それで如来の力そのもので死んでいくんだ。もう何から何まで如来のものでないものはない。それでところがそれがね、なかなかそうとわからないっていうのが面白いね。我々何から何まで如来如故の力
でもって生きてるのに、しかしこれが如来如母の力とは思わない。これでね、それでその話についてね、私最近一つのね発見したんだね。というのはね、私いつも宇治川べり散歩してる。何散歩って言ったって空見ながら歩いてるだけなんだけど、そしてね、ところがね、この前歩いてる時に向こうのね、その八幡山崎の方からね、雨が降ってくる、 雨降り雲がね、雨降らしながらやってくるのを見たわけだ。いや、この頃の人は雲がから雨が降るのを見たことないだろうけれどね、そのこういうんですよ。こういうふうにね、雲があるでしょ。そうするとこういうふうにこう降ってくるんだよ。いや、笑ってるけど私これね、そのある時ね、小畑池のとこからね、あそこの伏見の丘のところにね、ちょうどね、この雲からねすだれを下ろすようにね、こうずっと降りてくるのを見たことある。それでね、面白いなと思ってね、見てたのね。そしたらこれ全部こう、そのうちにこうすだれが最後まで降りて地上まであれしていたら、そのうちに上の雲が何にもなくなったそういう雲、雨降り雲ってそういうもんで、いや、これ去年もね、去年この信州にいて、その日がね、夕立の来そうな天気だったんだけど、とうとう小津じまいだった。そこへ清水さんがね、そのちょっと散歩に連れてってあげるんだ。じゃあこれ自動車に乗って散歩だ。それで片岡荘の方へ行ったんですね。その片岡荘へ行く前にね、その、なんとかっていう縦穴の住居のあるとこね、あそこへまず清水さんが連れてってくれた。そこは見晴らしが良くて松本平が全部見えてるところでね。ところがその時にね、そのこういう雲がね、雲から雨が降ってるのがね、この松本平に4本ね、雨の柱が立ってるの。さすが今日信州だなってね、感心したのね。それで清水さんにこれなんとか写真撮ってくれないかって言ったんだけど、これもう夕方で日の暮れ暮れでね、清水さんのこの、あんまり明るからざるその写真じゃ撮れないって言われてあれは残念だったね。写真と、ああいう写真をまだいろんな雲の写真を私集めて持ってるけどね、だけれど写真集をね見てるけど、ああいう写真は撮れていないから、ああいうの撮ったらその記録的になると思うんだけどね。じゃあその雲の話ばっかりやってるけどところがね、今その八幡山崎のところにね、そのこういう雲がね来たわけです。それで、あの雲がこっちに来るまでね、早く家に帰らなきゃって言うんで、一生懸命林で歩き始めたのね。ところが 1,2 分も歩かないうちにもうポツポツって来たわけだ。それであんまり早すぎるんでね、こう振り返ってもう一遍見たんね。そうしたらね、もう雲の姿は見えないで、全部がもう乱層雲になって、そしてポツポツどころか今度バラバラになって、そのうちザーザーになってすぐ、それがもう早いのね。それでまあ濡れて帰っちゃったわけだけどね。とにかくね、今はね、我々この雨降り雲をね、外から見ればこそこういう雲の姿が見えるんですね。ところがもし雨が降り出しちゃったらもう見えないってこと。その中へ入ったらもう全部が雲になっちゃってね、見えないんだっていうことよく分かった。ところが我々ね、それと同じようにね、今言う
この、如来の雲ですね、私の言うこの、その我々も生かしてる、それからあらゆる天地自然を動かしてる、そのいわばビッグバンをバンと爆発されたね、力そのものですよ。これ天地創造から始めてるその力ですね。これまあ神の力って言ってもいい。これはまあだから私ね、それをね、道元禅師の生寺の巻には「生寺は仏の御命なり」っていうあるからね、その御命ってね、まあ私は生命実物の力っていつも使ってるけど、まあ今御命ってね、単なる我々のこう生理的命じゃなくて、もっと根本にある、これ御命って言いたいわけだけどね、その御命っていう雲ね、これいいですか、こういうこれこの雲は御命の雲ですよ。そこはね、そのこういうのはこういう雲だなっていうことを分かるのはこう離れて、それで初めてこう見ることができるのね。ところがそのあれするとですね、こういうふうなあれする、これがまあ一つの命だなとこう思うね。ところがそういう命だなって分かるのはまたこれからもう一つ目があってだね。そしてこれそのもののこういうふうにこの目が働く、これが御命だなって分かる、この目そのものがもう御命に働かれてるってことだね。我々の場合さ、このさっきも今も言ったように雲の中でね入っちゃったら見えないんだ。しかし、あの雨降り雲が俺の上へ来ちゃって、だからこれはあの雲の下にいるんだなってまあ思うじゃん。それと同じように今そのこういう雲の姿を見るのは離れて初めて見えるんですね。しかしながらまたこういう一つの命の在り方をだなって分かるってことね。ところがそれがもう命の中にあるわけだ。いいですか。そしてところがそういうことも分かるっていうね。これをね、まあ去年ここで太田先生が有識の話されてさ、で私分の話もされたんじゃないかな。これをね、有識の私分に当てはめて言うとですね、この目はね見分する、それに対して見られた この雲は相分、それはねこの文の文はね、まあ分かるって読めばいいや姿として分かる、これは見るとして分かるそれからこれは自称文、このそういう生命とはそういうもんだなって分かるっていうのは自称文、自ら命だなっていうことは分かるね。ところがそういうことも分かる力っていうのは生寺将軍っていうんだね。それでこれです。これがだから見分、相分、寺将軍、生寺将軍って、これで四分っていうね、つまりそういう生命の働きっていうののね、まあ有識なんかそういうのをねうんと解剖してあるからね、そういうものだ。ところが今如来全身中分会議はこれ全部をひっくるめて如来全身、だから決してねこの如来全身の全って言ってもね、この見られた
向こう側の話のあれは乱れた、あれは部分、これは全体とこういうふうにね言うでしょ。そういうんじゃない、もう部分と全体とっていうんじゃなくて、もっともっと大きいところで如来全身と言われるんですね。それでね、しかもね、ここで大切なのはね、我々そういう如来全身って素晴らしく大きい、その俺と関係のない話と思ってたら大違い。そういう如来全身を今我々いつでも生きてんだってことはこの問題ですね。で、決してその向こう側の話に持ってかない。今はあなた方がそうかな、難しいなと思う、その思ってるのが如来全身の力がもうあなたの頭へ働いてあれしてる。それで結局今これから読む話はね、そういう話なんですね。それでその時、まずその文章、その時釈迦牟尼仏大社上義釈尊にいまして、薬王菩薩摩訶薩に告げての玉、薬王在在諸所、もしは時、もしは読み、もしは樹脂、もしは諸子、もしは共感所住のところ、皆まさに七宝の塔を立てて極めて高校文字記ならしむべし。これはね、この文章はね、法華経の星本の、に出てくる文章ですがね、この文章ちょっと変わってるところがあるね。薬を、お釈迦さんが大社上義釈尊にいた時に薬王菩薩に告げて言われるのに、薬王よってね、在在諸所、もしは時、もしは読み、もしは樹脂、もしは諸子。じゃあ何を読むんだ、これ。大体本当だったらお経を読んだり、お経を説いたり、お経を樹したり、お経を諸したりってね、そういうことなんだけれど、そういうお経以前にね、脈説、脈読、脈樹、脈書って書いてある。結局ね、在在諸所、我々行動そのものが、この今我々がどんな行動をするんでも、今言うように如来全身の働いてる、いいですか。で、そういう如来全身がそのまた綴られてあるお経なんだ。我々こうやって生きてる姿そのものが、これが法華経っていうお経なんだよ。今我々こうしてその、なんだかんだって言って生きてるそのことが、もう如来全身を生きてる、そしてその如来全身が綴られてあるお経そのものなんです。法華経そのものなんです。そういうんだから、そういうだから、もしは共感所住のところだ、もう我々生きてるってことはもう共感所住のところです。皆まさに七宝の塔を立てて極めて高校文字記ならしむべし。俺はね、だからそう簡単に取り扱っていいわけじゃないんだね、我々の生きてるっていうことは。何しろこうやって息しながら、何しろ夜中のよく寝てる時でもちゃんと息しながら生きてるんだ。それから何もしなくてもちゃんとお腹が空いて、そしてまたおいしくご飯が食べられてって、これでね、もう本当に共感所住のところならこそです。それでそういうこの生命を生きてんだ。だからそれは まさに七宝の塔を立てて極めて高校文字記ならしむべしっていう、いや、そういう読み方、私が、そういうこと言うと、内山さんは勝手な読み方してるってこう思われると尺だから、その消防現像 その道元禅師の書かれてるね本文を見てほしい。そのまずその
こういうこのあれですね、この初めのページの左から3行目のところね、いわゆる教官は脈節これなり、脈読これなり、脈樹これなり、脈書これなりと書いてあるでしょ。結局ね、お経ってものがあらかじめあって、大体お経っていうのはね、その仏さんが亡くなってからいろんなお経を書いてるわけだね。それでそうでない、その今これ仏さんが少なくても言ってる言葉として書いてるんだからね、押すとその時お経ってのは何だって言いたくなっちゃう。押すとそうでない、今釈迦牟尼仏が言ってるんですよ。釈迦牟尼仏がお経をっていう限り、普通のお経とは違うんだ。そうでない今我々が生きて、その脈節、脈読、脈樹、脈書というね、そういう在在諸書、我々が、今生きている即今即刻ですね、どういうあれでもみんな、それが教官、いわゆる教官は脈節、脈読、脈樹、脈書、これ何だで、教官は実相なり。この実相っていうのもね、実相とはすなわち相にあらざる、このゆえに如来説いて実相と名付くってね。要するにこれさっきも言ったように非相なんですね。すべては相でない、相にあらざる、これを実相って言う。諸相思想、あらゆるものはあらゆる相でない。だからこれさっきの話で、いや我々真夜中寝て熟睡している時もちゃんと息してるって、ね、これ相がないでしょ。それがしかしながらちゃんと息してりゃこそ、ちゃんと翌朝も息が続いて生きてるんだから、それうっかりあれですね、私がこう息を管理することをちょっと忘れちゃったから止まっちゃったって、それだったら死んじゃう。そうじゃない、私が管理してなくてもちゃんと息してる。これね、真夜中の息って ね熟睡の時の息っていうのをよく考えてください。これ諸相思想だ。そしてしかもそれが本当の生命の力だもん。それでみんな夜中の息だけじゃなくて、よく考えてみりゃ、さっきも言ったように駒落としフィルムでみんな見てみりゃ、みんなこれ夜中の息みたいなもんだ。ビッグバンっていうのか、ビッグシューっていうのまで、ね、ひっくるめて、これみんなこう夜中の息にとんなし諸相思想だ。それでそういうのそれが実相って言うんですね。それでまさに七宝の塔を立つべしってね、これ実相を塔って言うんだ。これ七宝の塔を立つって言うとね、すぐ土木建築かと思うわ。この土木建築の話じゃないの、仏法の話じゃ。そうでない、もう本当に実物が実物になる、この諸相思想っていうね、実物が実物になった時が塔を建てるっていう。これで極量の高校っていうね、極めて高校鳴らしむべしっていうね、高い広いって言ったってね、毎度言うようにね、高いってどれだけが高いんって、ね、決まっちゃいないもん。これ毎度言うけど、大きいって言ってね、どんなのが大きいか、じゃあ飲みの金玉見て、わあ大きいって言ってね、感心するバイキンもいるに違いない。それでところが、また飲みの
金玉なんて小さいとこう思ってる、クジラもいるかもしれない。でクジラって言って大きいのかって言うと何人地球のあの池でもってぼちゃぼちゃやってるだけなで、じゃあ地球はって言うと地球っていうのはもう銀河系宇宙から見たら目にも入らない。で銀河系は宇宙は大きいのかって言ったら何そんなの誰も見たあのこうあれしてるわけじゃない、この人間の頭がねあれしてるだけで、それで結局の話ね、じゃあ人間の頭が一番大きいのかって何これだけだほとんどもうねあれですね、あのネズミの嫁入りみたいなもんで何が何だかわけやない仏法の話はそんな比較の話じゃない、このその比較を絶してるのが大だ、で比較を絶してるのが高だ、これは高いよね、もう比較絶してるようなのは高い、で広いっていうのもそうで、だからその量を必ず実相量なり、実相量っていうのはそういう比較を絶して、だからそうはない非相ですね、これ諸相非相っていうのはそういう意味だ、もう比較絶して、それでそのものがそのものっていうだけ、これがあれなんですね、実相量で、この中すでに如来全身あり、あ、そうじゃない、それがまあ今あの今読んだとこですね、それからその次のあの法華経の文のあれ次を見てみると、またシャリを案ずることを用いずと、まず七宝の塔を立ててね、そして高校ご時期ならしむべしっていうから、じゃあシャリを案じなくちゃいけないのかと思う、あのそうでない、シャリを案じなくていいって、このシャリっていうのはね、大体あれなんですね、大乗仏教っていうのはね、お釈迦さんが亡くなって、そしてお釈迦さんのお釈迦さんが亡くなってから200年経った時に、あのアショカ王っていうのが出て、そのアショカ王がね仏教を広めるためにあのお釈迦さんの舎利をねあの集めて、それこの後の方にも出てくるけれど、この仏も初内音経っていうのが書いてあるお釈迦さんの舎利が八国四とあったっていうのね、それでそれをこう方向へ配って、そしてその、その舎利に仏塔を建てろって、それで舎利塔ってね、それでまあ仏教を、何しろあのエジプトの アレキサンドリアまで、あれあのアショカ王はあの塔を建てて仏像を送ったっていうんだからね、随分まあ広い範囲にあれしたわけですね、それで私も仏舎利見たことある私でさえも仏舎利見たことあるっていうんだから、よっぽどね仏舎利っていうのはまあたくさんあるいや本当にね、こんなあのこう透明なガラスみたいな石みたいなものね、それを大事そうにこうあれして、これのためになんとか仏舎利塔を建てなきゃって言ってる人をね見せてもらったことある俺はまあだから仏舎利っていうのは随分たくさんあったんですけど、いやキリスト教でもそういうこと同じのこと言う、キリスト教あのエルサレムのねあれするとあのイエス様が十字架にかけられた時のあの腰衣のあの切れの切れ端だっていうのをあの私神学校にいた時神父さんに見せられたあいつもだから随分あのイエス様のあの腰衣っていうのをたくさんあったんだだからね、まあ昔の宗教はそんなもんだけど、の法華経になってくるとこれもこんなものはいらないっちゅうね、あのというのはまたシャリを案ずることを用いる、ゆえはいかん、この中にすでに如来全身いませばない、これもうね高校ごんじきならしむべしなんだけど、だけどもうそらその中に
別に塔を建てなくちゃいけないわけだ。その塔っていうのが実相の塔。だから教官はこれ実相これなんだでしょ。で大きい七宝塔実相を塔というってね、このまずこの実物をするっていうことが大切だっていうことね。これがというのは我々ね、何かやる場合でもこの頭の先っぽの言葉だけでもってこう動いてちゃう。本当に実物をやっていないもん。これが今の場合まさに実物をやるということが大切なんで、それがこの中に如来の全身いませばなりだ。それで共感これ全身なり、この我々実際の行動、それがもう全く命そのものが書き綴られてある共感なんですね。しかあれば脈節脈読脈序脈書とこれ如来全身なり。それでね、まあ私ね、このね、この春青山さん来られて、それでまあ私になんかまた新種で喋ってくれっていうことで、まあこの如来全身をやることにしたのね。それで。